して、それを書いてる。ああ、なるほど。こういうのが使えばいいです。はい。はい、じゃあ。これ欲しい、これ欲しい。かっこいいんでしょ。最後の普通に本紹介したいと思います。で、私から言っても大丈夫ですか。どうぞ。やったー。久しぶりに紹介します。漫画家の庵野桃子さんの食い意地っていう、またこれまた私の好きな食べ物関連の本なんですけど、うんうん、なのでこういうふうにエア料理っていうので一小節あるんですけど、うん、このエア料理で最初にエア料理って出てくるっていうか、そのバーチャル料理っていうような感じで、そのレシピとか写真を見て、うん、この料理をどういう風に作るかっていうのをめちゃめちゃ頭の中でシミュレーションするんですよ、うんうん、そう、ここある時真剣にエア料理で手長エビのパスタを作ろうとしてレシピを見ると、何度読んでもレモン味のパスタを作っておくと書いてあるっていうので、うんうん、市販のパスタを使うんじゃなくて、うん、その多分生地からこねて、うん、そのパスタマシーンでパスタを作るところから始める、そう、そうっていうので、多分そのおしゃれ料理は、そう、そこから作るんだってことに気づいた作者は、その気づフランスパン、そうフランスパン、あ、わかる、それわかる、この辺は武器として戦えるんじゃないだろうかみたいな、多分カーってやったらここへこむよ。私もこれ見た、こういうのタイプの見たことあるんで、見たことあるね、そう、うん、私は常にお願いします。僕今日はソラニンという漫画を紹介します。浅井犬雄さんっていう漫画家さんがいて、これ去年じゃない、3年ぐらい前に映画化をされてまして、もう3年前になるんだ。もうそんなんですよ。お疲れ様です。お疲れ様です。寝る。なんかこれってすごく絵が綺麗っていうより、まあこれ僕もこれなんですけど、背景とかすごい綺麗だなって思うとか、その絵の魅力もあるんですけど、うん、なんかすごくしっかり人間を描いてるなっていうのを思ってて、ティラノゼルジャックです、知ってる人。17世紀実在した人なんだけど、実在したらしいんだけど、それをその後の人たちが戯曲にしたんですね。これ戯曲です。戯曲って芝居の台本ですね。で、これ、まあ、読んで普通に面白いシラノを説明からしなきゃいけないか、そうすると何も分かんないもんね。シラノベルジュラックっていうのは人の名前です。で、この人どういう人かっていうと、まあ頭もいい、芸術的才能もある、おまけにめちゃめちゃ強い剣豪ですね。で、特徴として、そんなにいい男じゃないって、というのは美女婦なんだけれども、うん、鼻がでかい、やがるな、俺の鼻を見るなら勝手に見ろ、鼻なしもうじゃめ、なんだと、それも無駄だと、次にね、百も承知だ、だがな、俺は勝利の望みがある時ばかり戦うわけが違うぞ、違うぞ、違うわい、負けると知っていても戦えばこそ勇ましさもひとしおだ。ここのところなんだけども、ここ分かるか分かんないかなけども、シラノって男は勝つために戦ってんじゃねえんだよ、ずっと。勝てないと分かってる戦いに対して戦うっていうことに価値があるんだって言ってるんですよ。天狼院書店店主の三浦と申します。ありがとうございます。どうしても自分の書店をやりたいということでオープンさせていただきました。去年の9月26日ですかね、オープン。この本を作るにあたって、はい、すごく独特の書店ですけれども、はいはい、大事にしたコンセプトというか、部分は。コンセプトは、もう作る前から決めてあって、うん、それリーディングライフの提供っていうことなんですけれども、本だけじゃなくてその先にある体験を一緒に提供するってことですね。例えばうち、ですね、黒板とかでイベント満載なんですけども、戦ってこなかったんで、ほとんど間近だったり、部活っていうのをやってるんですが、普通の書店さんだったら、例えばですね、カメラの、よく来られるんですか。
本テキストってこういうの売ってますよね。うちの場合はこれを売るだけじゃなくてこの先のもの、撮影する場所も提供しようということでプロのカメラマン呼んであと部活ということでみんな一緒に写真を撮る場も提供してます。そこまでやることによって初めてリーディングライフっていうのが提供できるんじゃないかと思って、取り組んでます。すごく面白いと思ったのはこの棚を自分で持てるっていうこちらについてちょっと説明してみますか。手縫いボックスですね、はい、これはですね、ここ 30×30cm なんですよね、はい、それだから、小さな書店を持てるみたいな形なんですけども、まあ、常連さんがもう選んでくれてるんですが、もともとあったのは実はですね、時間って限られてるじゃないですか。それなんで書店だからといって本を無数に読めるわけじゃないので、実はお客さんの方が詳しいんですよね。それは例えばこれサメの本なんて普通読まないじゃないでもサメジャーナリストの野口さんっていう方が作ってくれてるんですけど、そうなると皆さん得意な分野っていうのがあるので、もう本当深い分野に突っ込めるというか、皆さんいろんな世界観を持っていらっしゃるので、それがここによって表現されるということで、普通では想定できない偶然と出会える場所になってるかなと思います。でこれ毎月変わるんですけれども、僕も何が入ってくるのかいつも楽しみにしてます。これはその一定数本こういう本を買ったお客さんがその棚を持つ権利を、そうですね、あの2500円以上お買い上げのお客様にこれプレミアムカードっていうのを差し上げてるんですけれども、これの保有枚数というかエントリー枚数によって毎月変わりますね。だいたいここに20枠くらいずつ開放してるんですけれども、上位20位のお客様に棚を開放してます。ですね、天童院は普通にあの本棚を見ていい書店だなと思うよりも、あのいろんなイベントとかやってるので実際に参加していただくことによってその魅力が分かると思いますので、先ほど多分ファナティック読書会とかご覧になっていただいたと思うんですが、ぜひとも一度来てあと参加していただければと思います。原稿もらうとかじゃなくて、それを直すとかじゃなくて、ああいうふうにテープ。